この前本当に60キロで優勝したばっかり、1回優勝した、それだけです。これから実績を作っていって、そのうち皆さんに認められる王者になると思います。東進降臨、水谷秀樹。去年の9月、ライズのアマチュアトーナメントの最高峰雷門クライマックス70キロ級で見事優勝した水谷秀樹。そして去年の12月、 DOA トーナメントでのプロデビュー戦を衝撃的な KO 勝利で飾り、一躍名前を轟かせた。今年6月のフラッシュ2クラッシュトーナメントでは、まさかのデビュー半年で優勝。まさに神に最も愛されしい男。このシンデレラストーリーに誰もが涙した。ライズが生んだ王者が DOA を制し、2冠を目指す。1年前あの DOA でデビューして、あれから1年経つんだなと思うと、本当にいろんなことがあったって思いますね。6月優勝できたのは本当に良かったですけど、 DOA これで優勝するっていうのが一番の目標ですから、ようやくここにたどり着いたなって思います。本当に神様に愛されてるのは僕なんじゃないですかね。それは自分でも思いますね。1年の中でものすごくいろんな経験をさせていただいて、1年間総集編として発表できるいい場なんじゃないかなと思います。戦いの神から最も愛された男が再び奇跡を起こすのか。優勝しか考えてないですね、その一言です。まあ、ライズのエースとは何かっていうのを12月の試合で見せたいと思います。重量級のファンタジスタ、尾崎慶治。テコンドーで鍛えた華麗なる技で豪快な KO の山を築いてきたライズ重量級のエース、尾崎慶治。もはや敵なし、全てがうまくいき、順風満帆に思えたのだが、事件は起きた。今年の6月、天才須藤信光と戦った尾崎。たった一発、たった一発のパンチで全てが崩れ落ちた。誰もが予想もしなかった尾崎の KO シーン。尾崎は人生初の挫折を味わった。復活をかけ、ライズのエースが初タイトルダッシュを目論む。須藤選手との戦いに関して学んだことは、一発のパワーですね。どんなにテクニックがあって押し合いをしてても一発でひっくり返るんだなっていうのは感じたんで、70キロに初めての試合がああいう負け方をしたんで、パワーを増す練習と70キロでも耐えられるその体を作ることをすごい重点を置いたんで、逆にあの負けが自分になってプラスになりました。ここのところずっと負けてないので、油断できない選手ですよね。60キロトーナメントでも優勝してますんで、勢いがすごいある選手だと思いますから、1回戦から全力でぶつかっていきたいなと思います。負けも経験してこの1年自分の中ですごい成長したと思うんで、もうライズのトーナメントの中には敵はいないと思いますね。1回戦の選手に限らず全員当たっても何も怖くないですね。負けを経験し成長した男が優勝し真のエースとなる。神に愛された王者か、無冠のエースか。会場の皆さん、今年も水谷秀樹が沸かせます。期待しててください。デッドアライブ優勝するのはこの俺だ。レッドアライブトーナメント06、1回戦、水谷秀樹 VS 尾崎慶治。さあ中盤の第2ラウンド、グローブを合わせた両者、だいぶ下半身への攻撃が効いているという佐藤選手のコメントありました。水谷サイド組んでの、あ、かかとを落としていく、膝の周辺、膝の裏のあたりもあります。バックブロー、そこを見落としません。水谷パンチ、しかし体を入れ替えて尾崎です。バックブローは水谷選手も得意ですからね、はい、自分の得意技はやはりよく知ってますよね。バックブロー対決でもあるんですよね、はい、左の、失礼、右の膝を放っていきました尾崎です。スピーディーな攻防、右がリードジャブとなっているサウスポースタイルの赤いグローブ水谷。これは攻撃の機会を伺っているのか、それとも
いや今前に出てきますがどうだろう、まああのはい、あの須藤の、選手ですね、敗れましたけども、はい、まあ、のライブのですね、あの山口元気さんがですね、尾崎選手は本当負けたことよりも尾崎選手のテクニックの同様と、なるほど、技術力の高さは本当に素晴らしいというですね、はい、負けても3時送る、ありましたからね、異なテクニックなんですよね。テコンドーベースという肩書きももうこのリングでは必要ないかもしれませんよね、はい、ちなみにですね、はい、先ほどスパッツの話をしましたけど、はい、尾崎選手もあのひらひらの下にですね、はい、あの伝統の白いスパッツが入ってますね。そうですね、はい、大豆魂をですね、はいはい、あの絞ってましたね、はいはい、その刀は抜かずに心の中にしっかりとお守りかのように携えています。尾崎慶治右のフック、さあ佐藤選手、はい、この第2ラウンドいかがでしょう。そうですね、元尾崎選手、あの結構水谷選手がローキックカットしだしたんで、はい、ローの数が少しずつ減ってきてますね、はい、そうですね、これに対してはどんな攻撃がありますか。そうですね、まあそうですね、ちょっと今回パンチからパンチを混ぜてローキック打つとか、はいはい、上上下揺さぶってるといいかもしれないですね、コンビネーションで。なるほど、反発が多いですよ、パンチはパンチ、蹴りは蹴りっていうパターンが多いんで、はい、乱戦模様になってくると強さを発揮するのも水谷であります。そうですね、まあ、の小崎選手ですね、あの先ほどからあの水谷選手 あのガードワークとかを狙ってですね、うまくパンチを当ててはいるんですけども、はい、右アッパー、はい、水谷選手が全く下がらないんですよね。下がりません、はい、逆にあの前に出て押してる、してますよね、しっかり顎を引いてるんで、はい、あのそんなダメージ食らわないんですよね。なるほど、はい、パンチは食らってるんですけど見えてますね、パンチは。そして時折あの額で受けていますよね、はい、パンチを。おこれは尾崎コールか。おー、ありましたね、右のストレート、尾崎ダウンを奪った。水谷秀喜ダウン、なんとか立ち上がっています。この戦い2度のダウンを奪えば KO 勝利となるが、ゴングに救われたか水谷秀樹。それでは集計の結果をお知らせいたします。さあジャッジの発表があります、聞いてみましょう。30対26、青尾崎。ジャッジ小川、30対27、青尾崎。ジャッジ和田、30対27、青尾崎。よって3対0の判定をお聞きの通り、やはりダウンが大きなポイントになりましたか。そして第3ラウンドも回転技鶴瓶打ちを見せました尾崎慶治の判定勝利になっています。